真空パッド、パッド形状の推奨ワーク、特徴についてご紹介いたします。スタンダードタイプ一般型は、サイズ1ミリから200ミリまで、材質も8種類ご用意し、幅広い用途にお使いいただけます。厚くて平らなワークに適しています。スタンダードタイプ深型は、 深さのある形状ですので、丸い果物やボールなどの球体の吸着に最適です。スタンダードタイプ小型はサイズ0.7ミリからご用意しており、半導体部品などの小型ワークに適しています。滑り止めタイプは、パッド裏側の面に滑り止め加工を施しておりますので、 フレス部品などの油が付着したワークに最適です。スポンジタイプはスタンダードタイプでは吸着できないような表面がザラザラとした凹凸のあるワークの吸着に適しています。 吸着ン防止タイプはパッドが樹脂材質でできておりワークに吸着ンが残りにくいのが特徴です水晶ワークは液晶ガラスや塗装工程半導体製造設備ですベローズタイプ多段ベローズタイプはワークの傾きに追従しますまた、 タダンベロースタイプは蛇腹部分で段差を吸収するので段差があるワークや表面に凹凸のあるワークの吸着に適しています。さらにワーク吸着時に蛇腹のストロークがクッションになるため力を吸収しワークを無理に押さえつけるのを防ぎます。また高さの微調整が不要です。 レトルトパックや食料品が入った袋に最適ですベローズタイプには専用の樹脂アタッチメントをご用意しておりますベローズタイプのパッドに装着するだけで吸着根を嫌うワークに対応可能ですガラス搬送・塗装工程・ 成形品の取り出しなどのワークにお使いいただけます。ソフトタイプ、ソフトベローズタイプはパッドゴムが柔らかいのが特徴です。成形品の取り出しや傷つきやすいワークに向いています。ソフトベローズの小径サイズは薄物ワークでもシワが寄りにくいです。長円タイプは基板や半導体のような 長いワークの搬送に最適です。薄物用タイプはコピー紙やビニールなどの薄物ワークでもシワがよりにくいのが特徴です。 フラットタイプはシートやビニールなどの薄物ワークでも吸着シワが残りにくい形状のパッドです。